はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今ね、ウィングダイバー練習してますけども、難しい。ウィングダイバーはめちゃくちゃ難しいね。これをね、上手に使う人は、すごいと思うな。はい。まあ、とりあえず、ハードモードでやってますけども、なかなかね、いけないんだこれね。楽なのよ。一応敵をね、簡単にエイムしてくれるからめちゃくちゃ簡単なんだけども、威力はないんだよね。威力がちょっといまいち。もうちょっと威力の高いやつだったらいいんだけどね。まあまあ、砲撃装備ってそんな感じか。自動でやってくれるけども威力は低いよって感じなんだろうね。まあ仕方ないところではあるか。まあ後々なんでね、これのめちゃくちゃ強いやつとか出てきてくれれば嬉しいかな。あるかどうかは分かんない。多分あるよ。さすがに起きていいじゃん。いや、もう難しいよね。レンジや。これは、まあまあ、しながらこんな感じで、攻撃していく感じの。でも、これはね、結構リッキーで、ちょっと初心者向けではないとは思うんだよな。でも、ウィンダイバー初心者の俺にしては、なかなか難しいね、使い方が。でも、レンジやを使いこなせれば強いかもしれないね。あの近接はかなり危ない。危ねえ危ねえ危ねえ。レンジや火力高いからね。レンジを使いこなすことができればやっしー。待て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 、100ぐらいあればね、ハンが高いもんね。30ぐらいだから100ぐらいやってくれればもうちょっと使えなかったのかな。オッケーオッケー。でもまあまあ慣れるしかない。慣れながらやっていっちゃないっすよ。じゃあ現在は近接を持つと、いや、そうじゃないかと。でも意外と楽しいかもしれない、これ。意外と、使う人多いよね。マルチでも、使う人結構いい人気ではあるんだよな。ね、まあ、レンジャーが一番無難とは思うんですよね。そうなった人が、このやつを選んでいくんでしょう。まだね、ほぼほぼレンジャーしか使ってないんで。その場を死守しろ。敵を進ませるな。移動が速いっていうのはものすごく魅力的。これ何もなし。先に進みます。あ、そうか、今回そうだわ。それは落とせないな。もう遠距離武器何も持ってきてないんで、それは落とせないな。まあまあ仕方ないか。いいかいいか。あれは歩いてるぞ。ここら辺からロボットなのか。どうぞ。まるで生き物だ。いいね。本当に機械なのか。いい感じに。あー、やばーい。近接に持ち替えて、こいつは生きてる。ロボットじゃない、生物だ。機械の生物。強い強いんだけど難しい。あのでかいやつがこれでいけるんだ。あー危ねえ。無理か。あ、はじく段分だ。これで、でかいやつ、飛んじゃおう。行こう。行け。すっげえダメージ。ボタンでこんなに出せるの。よし、よ
とあの手を鍛えるか見えたりで、なるほど、分かったんだ。スリープダイバーはこれで戦うんだな。なんか火力低いなと思ったら、これだ戦い方は間違いない。これだと強い。あ、ここはもう分かった気がする。こちらへない。スリングダイバーマジで使おう。敵は大軍だ。行こう。めちゃくちゃ多いな。すんげえ数だぞ。これがアンドロイドエースか。ここ西地域は壊滅。アンドロイドが市街地を蹂躙しています。あ、いいね。あ、飛ばなくても歩きながらでもいいや。歩きながらでも全然全然していけるんだけど、まだ行かれ、いかん。これはいかんかもしれない。もう回避みたいにこう攻撃で見ればいいですね。いいじゃん。これはちょっとアーマーがやっぱ2点ぐらい欲しくなってた。2点あればこれ相当いい戦いできるよ。あ、やばい。逃げよう。ちょっと待て待てって。調子乗った。今回はちょっとね、後ろから行きましょう。さすがにあの数の中に飛び込むと無理だったね。あの数はちょっと無理か。もうちょっといけるもんかなと思ったんだけどね。ちょっと過信しすぎたらダメですね。レイピアも一発一発はそんなに火力がないもんね。なんで基本的にはまずをある程度減らしてから突っ込んだ方がいいのかな。なかなか戦術が難しいですね。難しい。でも慣れればこれ絶対強いよ。慣れれば強そう。 OK、 ある程度減ったね。あの時もこれ何にしようか悩んだんだよね。何が当たりなんだろうね。スペシャルじゃない。オッケー、ごめん。じゃあさっきと同じ感じになったよ。よし、オッケー。あれだね、深くなってきて目の当たりを狙うと簡単に落ちてる。なるほど、バケた。お前もだ。硬い。やばい。やべ。ごめん。よし、オッケー。いいんじゃない？いいんじゃないの？よし。倒せないな。抜けたな。どうだ。よし。ああ、レイピアが使えない。こうなるといかんね。オッケー。回復をちょっと持ち込みながら行こうか。まずはこのデカブスから。お前の感じだ。素晴らしい火力。多分こいつらをやってしまったら終わりじゃないの。はい、いいね。一体だけ残してちょっと相手の回避を見せようか。もう倒しちゃった。こういうことあるよね。なんか今回って仲間がものすごく評価されたんですよ。5の時って
そこまで強くなかったという話聞いたんだけども、確かに味方がやたら倒すときってあるんね。よっしゃ、あー、もうちょっと取らせて、もうちょっと取らせてください。あとあそこ、あそこで終わり、ダメか。はい、ということでウィンドダイバーを今練習しております。ちょっとアーマーがね700とちょっと低めなんだけども、今後ね1000超えるぐらいになってくるともうちょっと活躍できるかな。まあもう少し練習は必要だと思います。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。